こんにちは。言わへん言わへんパターンでございます今回ですね、金星体ですよ。金星体、いわゆるですね、モテ線とかエロ線とか言われるやつですわ。ただそういうね、エロ線とかモテ線とかいうのは、まあまあその面白がって言われているというふうにも言えますね。まあエンターテインメント的なね。そうですそうです。そういう方が人って盛り上がるじゃないですか。ここに現れるこういう感じの線です。ほう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 。もうちょっと膨らんでいってもいいですね。まあ人によってエロスの輪とか言います。それも学術的な意味でのエロスでですね、芸術的な美的センスとか、芸術的なセンスとかもこれで現れるんですね。クリエイティブなとこですね。だからこれがあるからってエロかって言われたらそうでもない。その芸術的なセンスが溢れてるだけだというふうにも言えますけれども、まあ芸術的な人は大体エロいということでいいんじゃないですか。これ僕はよく言いますけど、脳のクリエイティブ部分とその性欲を司る部分で真横なんで、クリエイティブな人は必然的にこっちも発火しますからっていうのカーブ的な意味もありますね。しょうがないですね。しょうがないで、その絵とか音楽とかもそうですけど、小説家とかね、画家とかそういう人にも出ますという話ですね。芸術家とか芸能に必要な線というふうにも言われます。あ、芸能、あ、引きつける、見せるっていう。そうですね。知能線と感情線とまた相関で見るとさらに的中度合いが上がりますという感じですね。まだやってないけどその生命線にも関係あります。なるほど。とこのくっきり出るタイプ、まずは、やっぱりこの人は美的センス、あと芸術的センスがあります。で異性に関心があり、そしてまた引きつける才能があり、で色気があるというような感じですね。ここはね本当にいろんな流派でいろんな読み取り方があるんですけれども、まあ僕はこの読み方が正しいんではないかなと思いますね。なるほど。どうですか皆さん。まあこのタイプではないですね。ちょっといいですか。まあここないわ。いやないことはないんけど。こういうの、あ、そっちはありますね。神尾さんの場合は、こうですね。はいはい。へえ。ちょっと切れてる。切れてる。こっちはですね、ほのかに色気が漂うタイプです。ほのかなんだね。そうそう。くっきりよりは、まあ弱めだけども、こういうのがそのこっちよりは弱いけど。ほのかに色気があり、美的センスがあり、芸術の才能もまたあるというようなタイプですね。ゆいちゃんどうですか？まあ大体一緒や。みんな大体一緒やな。ゆいちゃんの場合はもうちょっとこう細かい線がですね、こういう感じで出ているって感じですね。なんかまあ神尾さんよりは色気ある。感じになってますね。でもそこで競うのもどうかと思いますけど。長渕さんは？僕はですね、もうこういうタイプです。こういうタイプです。一緒じゃないか。こっちはゆいちゃんっぽいんですけれども、こっちは神尾さんっぽいですね。どっちの方が？ある方がやっぱり色気があるというふうに見ていいと思います。これよりもこの長くつながっている方がやっぱり一番色気があるし、でついでに言うとこういうふうに 2,3 あるっていう人がいると言われてます。これね、くっきりと。でこの人はものすごい色気があるタイプ。僕見たことないんですよまだ。はい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 、うん、壇蜜とか見てみたいね。お笑いの業界では密かに言われますけど、藤原紀香さん50ぐらいだとかって言われますけどね、うん、本当に見たことはないんでわからないですね、うん、でもすごいその美的センスに優れて芸術的な人にも出ると言われてますね、はい、セックスアピールがものすごい半端なく強いと。なるほどなるほど。ものすごいと尋常なタイプでしょうねこうなると。なるほどね。仕事柄もう色気があるしかない、色気が必要な仕事ってあるじゃないですか、はい、女優さんとか例えばね、うん、そういう人にはやっぱ出やすいというふうに言われてますね。で、うん、こういう人にですね、はい、これ基本的にくっきりしてるのがモテるって感じでいいんですか？いいです。なるほど、いいです。芸術的センスだけとは言わせませんモテると思います。で基本的にですね、うん、こういう線でも、例えばこういう線でもですね、はい、まあこういう線でもいいですけれども、うん、キレキレでも端にあってもですね、この人たちはモテるって言われると、はい、モテる？うん、モテる？そんなには。モテますとは思わないですね。ですよね、はい、でもそういう感じなんですよ、うん、でも少なくとも自分が意図しないというか、はい、自分がそんな好きでもないどうでもいい相手は寄ってきたりするでしょ寄っても来ない、気づいてもないもしかしてあんまり外出ないあ、外出ないそもそも外出ないでもこの髪の手入れでめっちゃファンが多いってことはでもモテるってことですか？あ、そうですね、うん、YouTuber としては必要な線ですね。ああそうですよね。なんでまあ神尾 TV としてはまあ合格ということですね。基本的にはね、大体言うこととしては今ぐらいのことを言うと、意図しない相手やったら寄ってくることありますよねっていうことを言うと大体当たることが多いので、だからそんなバッチリですね、自分が意中の相手がからモテるっていうふうにはまだまだ色気が足りないかなと思いますね。なるほど。というような感じで、うん、今回はさらっとやってみましたけれども、大体、はい、ねこれで見てみたらいいと思います、うん、まずここから始めてみたらいろんなデータが取れていくと思いますね。でもこの単純に濃ければ濃いほど線が多ければ多いほどエロいってことでいいんですね。あ、はいまあまあ、うん、エロくないとは言わせないエロいと言っていいと思いますよまあエンターメとしてね。ということで僕ら3人を見るとですね、ゆいちゃんが一番エロいということになるかなと思いますね。まあ手相ですから、ただの手相、ただの手相で言ってるだけ、手相で言ってるだけですからね。そうかな。でもまあ神尾さんがそんなにそこまでじゃないのがちょっとおかしいですね。なんでおかしいな。いや薄なったんちゃうじゃん。薄なってるかもしれないけど、ここはやっぱりズバン出てるのは出てますね。ここら辺でつながりかけてますね。よく見るとつながりかけてますね。まあ神尾さんが独占的にエロいとも言えますね。独占的に。どういうこと？こういうのはまあシャワシャワシャっとなってるのはですね、なんかこう。控えめにエロいって感じですわ。ああ、そういうのもありますね。神尾さんの場合は、スバーンと出てるのところに、そこを。補うように、この強い線が出てるって感じですね。なんで、まあ、やっぱり、他の線の強さとも、いろいろ相関があると思いますね。性格は出てると思います。強くエロいって感じです。ただのドエロみたいなただのドエロだと、まあ、ここがつながってくるという感じですね。そのやっぱりロマンチストなんでロマンとかを求めつつのエロさみたいなねあれこんな番組やったっけこの番組、まあ、このね、はい、コーナーがたまたまこういう回だったっていうだけのことでお許しください。はい、自分の手を見て、会った人はちょっとニヤニヤしてみてもまあモテるってことですね。そうですね。クリエイティブってこと。クリエイティブ大事ですからね。クリエイティブとモテるが紙一重なんで。全然なんもないわと、もう平地やわと、平地やわというふうに思った人はですね、もうちょっとクリエイティブな活動をしていくと、もしかしてモテにつながってるかもしれませんよ。モテ線ですね。どね。モテ線ですから。なるほど、色気をつけていくということですね。そうですね、はい、うん、というわけでちょっとたまにはこういうエンターテインメント的な話をお届けしていきたいと思います、はいはいはい、では次回はね、結婚戦とかやろうかな。おー、いいじゃないですか。うんうんうん、うん、まあ他やるかもしれないです。はい、うんうん、じゃあまあ一応次回はもう一つね、盛り上がるテーマではそうですね、結婚戦ということを、詳しくお伝えしていきたいと思いますので、はい、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いいたします。メルマガと LINE やっておりますので、こちらもご登録ください。あとぜひいいねボタンもよろしくお願いします。この動画がいいと思えた方はぜひ Twitter などでシェアもお願いします。動画説明欄にこの動画関説明や Twitter、Instagram のリンクも貼ってますので、ぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。